いどうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、天満の横にある扇町公園にある扇町プールに来ております。横はね、あれ関西テレビですね、後ろに映ってるでですね、今扇町公園のところでですね、扇町プールでですね、久々にスイミングやってましたね。全国的にね、なんか大寒波になってですね、はい、私もロードバイクでどっか行こうかなと思ったんですけど、あまり寒すぎてですね、自転車本当に乗る気しないんですよね。ということでですね、扇町公園でですね、ちょっとね、体を動かしてですね、喉も渇いたことなので行きましょう。明石屋さん、ハイボール39円のですね、ハイボール飲みに行きたいと思います。はい、今ね、ちょうどね、午後3時ぐらいなので、あと2時間、どれぐらい飲めるのかなと思っておりますが、しこたま飲めるんだったら飲んでみたいなと思っております。はい、じゃあ行ってまいります。菓子屋さんでね、結局ね、ハイボールをね、4杯飲んだと思うんですけど、分かんないですけど、まあ、どっちにしろ4杯飲んで39円だったんで、156円ですね。で、おでんをね、1、2、3、4、4品頼んで、刺身、頼んで、枝豆頼んで、あ、コロッケですね、コロッケ45円のめっちゃ美味しいコロッケ食べてですね、合計が1405円でした。だいぶ頭おかしいですね、本当に、という感じでございますが、まあこんなことやってるからね、全国行ったら何を食べても高いとかって思うんだと思いますけど、まあぼちぼちね、天満以外も行きながらですね、天満の良さも伝えていければと思っております。それではまた違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。